業績悪化、リストラ、失業者増加、政権不安、そして戦争、というのは、定型でさえ、ある。リストラが始まった時点で、今では、その政策は破綻した、そのうちになるが、王様は納得しないのかもしれないし、それを周囲が抑止できない、そんな事態へ。0.0001% 以下の、不満分子の声など警告にもならない、しかし、その先に進もうとして、バベルの塔は破壊される。それもまた、定型でさえある。紙には、どうでもいい話。自分が損害を受けたわけじゃないだろう。因果はここに襲うものではあり、地震への問題は現状の災害、それ以前からの話だ、ほぼ人災の結果、今更のことではあり。社会はそういうことを続けた結果、未曾有の、そんな事態に陥った。それだけの話ではある。切り捨てた環境、あるいはバベルの塔建設にも及ばないところ。